今日は、YouTube の、高評価と低評価のお話なんですけれど、自分が思っていることですけれど、最初に低評価をもらった時はすごい落ち込みましたけれど、最近は、視聴していただくだけでもすごい嬉しい上に、コメント、いいコメントもありますし、ちょっとなというコメントもあるんですけど、それに対してコメントもいただけて、で最初の頃のこの低評価で落ち込んでたっていうのもあるんですけれど、最近YouTube スタジオっていうアプリがあるんですけど、それでは高評価しか見られなくなってしまったんで、高評価だけっていうのは、自分なりにこれで高評価だけっておかしいなと思うんで、 YouTube を自分の動画を見て、確認するんですけど、やっぱり低評価あります。でも最近は低評価で、落ち込むっていうよりも評価をしてくれてるんだなっていう気持ちになってます。で見ていただくだけでありがたいと思ってるんで、それに対して評価もしてくれるっていうことで、すごくありがたいと思ってます。で、低評価は確かに落ち込むんですけれど、高評価だけだと、なんかこう、なんですかね、自分、ギター、今ギターで投稿してるんですけど、今、増産ギターだけなんですけれどね、高評価だけだと、この演奏で高評価だけっておかしいなっていう自分で思う時はあるんですけど、で YouTube で確かめてみるとやっぱり低評価やっぱりあります。でもそれは最初の頃は落ち込んでたんですけれど、今は評価してくださってるんだなという気持ちになってます。で、YouTube 今始めて1年ちょっとなんですけれど、始めたばっかり時ってすごい落ち込んでたんです。で始めたばかりの人って結構低評価1個でもあるとすごい落ち込むと思うんですけれど、それは評価をしていただいたという考えであれば落ち込まないと思います。これからしばらくは増産ギターで頑張りますけど、ちょっとこう高評価を、低評価あるのは当たり前と思って、高評価をたくさんいただけるように頑張るのと、何ですかね、増産ギター以外にもギターあるので、スタジオに行って以前は弾いてたんですけれど、そのスタジオ行けるようになりましたら、またスタジオで大音量で弾いて投稿したいと思います。今日は低評価と高評価のお話をしようと思ったんですけど、ちょっとこう話がバラバラになって申し訳ありません。低評価ですごく落ち込む気持ちになるとは思うんですけれど、評価をしていただいたという考えでいれば落ち込まずにいられると思います。以上です。いきなり終わりますけど、そんな感じですね。